マキナの 3D チラッと 見たけどさ、お尻が、マキナのケツが、びっくりした。マキナ、お尻がと思って、大丈夫なのかマキナ、それは。マキナ、俺が布を持って行ってあげようか。今からだとちょっと時間かかるかもしれないけど、持って行ってあげたい。大丈夫なのかこれはと思って、マジでちゃんと心配になるぐらい心配になった。止められる可能性もあるかもしれない。綺麗なお尻だったよ、あれは。尻尾可愛かったね。マキナ、会ったことあるけど、マジで妖精だからね。本当にね、フィクションの生き物みたいだなって思った。あのさ、みんなさ、妖怪大戦争っていう映画見たことある？あれのね、スネコスリっていうさ、生き物が出てくんの。本当にそんな感じなんだよね。フェレットみたいな感じなんだよね。森の精霊とか、おとなしくて小さくて可愛い生き物みたいなね。なんかそういう存在だったね。あー、ちいかわかもな。マキナはちいかわの雰囲気がある。心理とかはさ、なんか割ともう心理だって感じなの。もう本当に声もバカ低いから、なんかマキナはね、なんかね、みたいな感じになっててさ、大丈夫かなおすすめです、見てください、マキナの 3D を。